浦和レッズに1、1鹿島アントラーズ J1 第7節、明治安、生命 J1 リーグ第7節、浦和レッズ対鹿島アントラーズが3日に行われ、2、1で浦和が勝利を収めた。浦にとっては、これが4試合ぶりの勝利となり、鹿は痛恨の3連敗を喫している。今シーズンの J リーグは、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中。 今季ここまで6試合で3得点と、裏は攻撃に課題を抱えていた。ルヴァンカップをメルト、公式戦では4試合連続で無得点。流れを得たいリカルド・ロドリゲス監督は、芝戸海、デン・ヒレトシ、ムト・ユウキをリーグ戦で初めて先発で、擁し、怪我から復帰した、西大吾も先発メンバーに名を連ねた。 37分の先制点は、インサイドハーに入った、小泉加穂から生まれた。自陣左サイからサイドチェンジのロングパスを送る。右、移動西がドリブルで運び、柔らかいパスを、ルマへ。これを受けた妙本孔博士がゴールに仕込んだ。西が、ラストパスを出す直前、武藤は下にボールを要求している。関川る漫が武藤、動きに釣られることで、 関川の背後に走りこ、た妙本がフリーとなった。前半終了間際にうに追いつかれたが、試合の主導権は渡さなかった、っ六63分には武藤が、ライン間に降りて縦パスを蹴ると、妙本が縦に切り込む。すると、反応が1、遅れた、常本敬吾は妙本を倒してしまった。裏、に PK が与えられ、牧野智明がこれを決めて勝ち、した。 僕が張り続けるのではなく、ボールをこう、手でも引き出す。僕が降りたら2列目がどんどん飛び出して、連動性、流動性のある攻撃をしようというのはプランにあった。武藤がそう試合に話した通り、狙い通りの攻撃で、先制点を脱った、た1トップで起用された武藤が、攻撃陣に連動をもたらし、小泉、西、三王本と、 新加入の3人で先制ルを奪った。追加点となる PK を獲得したのも本である。リカルド・ロドリゲス監督の采配、浦和の攻撃を活性化させた。鹿島を撃破。浦和、ツが奪った2得点がこれだ。両。<music>